第9回ベスアワードノミネート笹原和也は、日本のアニメーション監督、CG デザイナー、CG ディレクター、株式会社アニマの元取締役、石川県出身、武蔵野美術大学を中退、金子光の授業をきっかけに 3DCG を始める。1995年にソニーミュージックエンタテインメント主催のデジタルエンタテインメントプログラムでベストアワード受賞。 1997年に有限会社、笹原組を設立。講師を務め、書籍を出すなど、教育熱心な CG クリエイター。制作に、ライトウェイブ 3D などを使っており、同ソフトウェアの日本における知名度に影響を与えた。2010年12月末日をもって、アニマの取締役を退任し、映像制作会社のイルカに移籍した。 2011年 CG や VFX の分野での目覚ましい成果に与えられる全米資格効果協会主催の第9回ベスアワードのショートアニメーション部門に自身の監督作 CATG1 The Animated Series- がノミネートされた。2014年自身が原案となるテレビアニメ風雲異新大将軍が発表されどういう劇 CR 風雲新大将軍の CG 映像演出のディレクターも務める。2015年11月グレートレボリューション大将軍風雲維新大将軍リブートティーザートレーラーを公開。翌12月にはグレートレボリューション大将軍風雲維新大将軍リブートセカンドトレーラーを続けて公開し、クラウドファンディングでの資金調達の計画を発表した。 ありがとうございます。